です。どうも前田です。どうも沙織です。イエーイ、はい、はい、今日は珍しく司会進行していただけるんですか。そうなんです、珍しくやらせていただくんですけど、はい、何ですか。今日は韓国料理のチムタクってあるじゃないですか、はい、チムタク、チムタク結構今有名な料理なんですけど、そのチムタクを聞いて、はい、まあ、想像でいいから作ってもらおうっていう、はい、そう。でもあんだけ韓国に行ってたら知ってるはずなんですよ、はい、大丈夫、全然知らんけど。全然知らんの。全然知らんよ。じゃあ食べてくれるんですね。じゃあはい、美味しいもの食べますね。じゃあ食べます。うちら知らないよ。だってじゃあチムタク食べたいんだよ。いや知らんのだってレッツゴー。料理だろう。チムタク。店員さんに聞こうかな。すいません。あのチムタクって知ってますか？チムタク。わかんないです。はい。で、ものは何ですか？がわかんなくて、チムタクっていうワードしか知らないんですけど、聞いたことないですかね？聞いたことない。ないですよね。ないんですよね。わかりました。ありがとうございます。そりゃねえよ。ここ日本だもんだって。裏の裏を書けばいいんですよ、こういうのは。あのね、なぜサオリンがチムタクっていうものをお題にしたか。自分が食べたいからお題にしてるんですよ。サオリンが食べたそうなものを作れば多分正解に近づくんじゃないかなって思います。ちょっとさ、あのさ、サオリンさ、好きな食べ物何？うちが好きなのは、うん、肉か味噌。肉か味噌、なんでそれ。肉か味噌ってなんでそれ。じゃあ肉だよ、多分肉は入ってんだよ。じゃああいつが食べたい肉なんだよ。肉炒めときゃいい。あ、チムタクっぽいのある。チムタク、チゲっぽい味だと思う。あれ、だいたい韓国の食べ物はあのウィンナー入れときゃいいの。ソーセージ入れときゃどうにかなるんだよ。コンビニってもいっぱいあるでしょ、韓国のコンビニって。あるあるある。いっぱいあるじゃん、コンビニめっちゃあるね。そういうことなの。まあ、これだけだと料理ならちゃんと元があります。元があるの、チムタクの元が。これだよ、これスープの素、スープみたいな、スープ仕立ての食べ物なんです。うちの予想ね、チム、キムチのチム、ムル、ムルってのは韓国で水じゃない。うんうんうん。タクはタクム。ムって大根ってムって言うよ。おう、タクはもう、タクはね、それはムよ。ああ、有田さん、それでこいつが韓国のと被らないようにしたら正解なの。っていうか名前で買ってんだよ、こいつは。おう、やばいよ、出してそもそもが。え、でもまな板を使わないよ、そんな。こわー、こいつ。あ、綺麗よ。お湯が沸きましたよ。で、ソーセージを入れておきたいと思います。怖い怖い怖い、何してんの。ちょっと水の量多かった。ちょっと減らそうか。ちょっと多すぎたね。じゃあ蒸発するまで待てばいいの。何時間かかるの。いや、任せて、うん、あ、なんか美味しそうにしてるんじゃないかと思って。 あとまだまだ入れるものあるんで。わかりました、はい、じゃあこちら側で自分で、はい、やってください。まあこうやって、まあ、今のところ美味しそうだね。こっからですよ、このやっぱキムタクなんで。あ、キムタクだよ、なんだっけ。チムタクだ、キムチという。あ、もうやっぱり100点だ。もうチムタクだね、感じ。このエバラのチゲを入れておきたいと思います。まあ、でも隠し味ってやっぱり必要じゃないですか、料理には。なのでやっぱり韓国の料理って言ったらもう基本やっぱり辛さ重視なんで、辛ければなんとかなるんで、このなんかよくわからん、なんかスパイスを入れていきたいと思います。辛そう。うちのお母さん調理師免許持ってんだからな。うちのお母さん持ってるからってお前関係ないな。いい、このね、岩塩をね、どうやって使うんだ。こうか、全然出ない。なんで、あ、蓋閉まってんだ。うわ、待って、やばい、塩だらけになった。まずい、これは。すいません、ということで焼いていきたいと思います。でもまあ肉焼くだけだとちょっと足んないんで、韓国といえば豆板醤なんで、豆板醤を加えて味をちょっとつけていきたいと思います。でもこれ入れときは間違いない、絶対うまい、明太マヨ。だから料理ってものはね、シンプルイザベストなんですよ。あんまいじんない方がいい、何事も。
天然が一番で、最後に、まあ、絶対ね、間違いないもん、チーズの質がどうにかアリさんのイメージのチムタク、じゃ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 だよ、お前え、待って待って、あ、え、美味しそう、なんか韓国料理ありそうじゃない、あと、こちらですね、え、これは何ですか、これは何、なんなんこれ、切り方いちいちうまいし、何これ確かに、カツさんいただきます、はい、え、ちっちゃい方がいい、え、美味しい、嘘、あのね、味は美味しい、タックの方いただきます、リンゴと一緒に行くんだよ、え、え、最悪、マジ、なんかあの、あれみたい、酢豚に入ってるパイナップルみたいな感じ、あー、私のイメージでは、あ、でも、はい、ほら、あの、キムチ、トマトとかあるもんね、はい、ほら、うん、あるある、ちょっとなんかほらマジやだ、まずい、最悪、マジやだうん、好きだ、うち頭おかしいじゃないの、こっち好き、これ好きのあはもうやばい、マジ一緒に食ってでも、マジ直ししてんじゃねえよ、でも、マジにこれ、チーズとリンゴと全部一緒に食べてみ、全部一緒、終わった、意外といける、金額はええやん、素直に美味しかったんですけど、はい、なにこれはい、チムタクでございます、あれ、いやでも、あのね、うん、あ、なんかメインディッシュはこれと思いきや、はい、違うんですよ、え、え、結構なんか韓国料理美味しそうな、チムタクかっこキムタクを添えて、ね、あんた、ね、だってこれ誰、氷じゃない惜しいんだよね